エワ島はトンガの島。面積8 7 4 4平方キロメートル。人口5165人。トンガの首都であるトンガタプ島から南東に40キロメートルの地点にある。かつてはトンガタプ島と同じトンガタプ地方に属していたが、エワ地方が分割され独自の地方となった。島の中心地は、港湾を持つお骨は、 エウア島の地図エウア国立公園エウアは丘陵性の島であり、島内には低い丘陵が連なる。最高峰はテーモア山で305メートルのバイアンギナ山が継ぐ。エウアは火山性の島ではないが、太平洋プレートの端に位置しており、わずか7キロメートル東には深いトンガ海溝がある。一方でエウアの土壌は火山性のものであり、 これは1万年以上前の近隣の火山活動によって堆積したものである。エワ島内には巨大な穴や洞窟が多いが、その多くは未だ探査されていない。エワ島には、トンガ国内唯一の川があり、同じく唯一の橋もある。この川は、この島唯一の港であり、中心地でもある、オホヌワ村近くに注ぐ。オホヌワ村からツフバイにかけての海岸は、 海面近くにまで珊瑚礁が広がっており、小さな潮だまりが多くある。エウア島とアタ島は、トンガ諸島で、初めてタンガロアが身によって作られた島であるという、伝承がある。エウア島にある村のうち、旧来からのエウア島住民による村は、北のホーマ、ターンガ、オホヌア、バンガイ、ツフバルである。ハーツアとコロマリエは、アタ島からの移住者によって1863年に、 開かれ、アンガハブラは、ニューアホウ島からの移住者によって1946年に開かれた。島内には、滑走路がサンゴでできている、エウア空港がある。エウア島が、ヨーロッパ人によって、初めて発見されたのは1643年1月21日で、アベルタスマンによってトンガタプ島と同時に発見された。タスマンはこの島を彼の故国オランダのゼラント州に ある都市の名前を取り、ミデルブルグ島と名付けた。彼は、エウア島には上陸せず、隣のトンガタプ島をヒヒホに上陸して、トンガタプ島をアムステルダム島と名付けた。ジェームズ・クックも1773年に来島している。ウィキメディア・コモンズには、エウア島に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。